皆さんこんにちは。カメラ転売コンサルタントのロキです。私はカメラ転売を副業で始めて3ヶ月後に独立をし、4ヶ月目で月収50万円以上稼ぎ、Amazon で本を出版しました。今回もヤフオク仕入れで仕入れをしましたのでご紹介したいと思います。今回ご紹介する商品はオリンパスのコンデジスタイラス1ですね。そして横に映っているのがこちらの予備バッテリーということでおまけがついてきました。こちらの動画には映ってないんですけれども、さらに SD カード8ギガもついて、新品級ということで仕入れをいたしました。仕入れ価格が3万1000円で仕入れることができました。こちらの商品はかなり人気の商品ですので、ちょっと定額出品で置いておこうと思います。新品級で付属品も完備、そしておまけにバッテリーと SD カードも付いてますので、39,800 円ぐらいで置いておこうかなというふうに思っております。またですね、こちらの商品が売れたらですね、結果発表ということでお伝えしていこうと思っておりますが、まあ利益額にして大体7,000 円ぐらい取れればいいかなという感じです。こういった人気のコンデジを扱うことも、利益を出していく上ではかなり重要な要素となってきますので、特に人気コンデジを狙って出品していくといいと思います。コンデジといっても単価がですね、だいたい3万円から4万円ぐらいする商品ですので、仕入れる際はですね、人気商品かどうかというのを必ず調べてからですね、仕入れていただきたいと思います。まあ、こちらの商品は私の方で何回か販売したことがありますので、だいたいいくらで売れるかというのはもう頭に入っておりますので、そういう形でですね、皆さんも繰り返し同じ商品を売っていって、安い商品があれば仕入れるといった感じで商品のラインナップも増やしていっていただければというふうに思います。それでは今回はこれでご紹介動画終わりになりますが、私の方でメルマガを始めました。こちらのメルマガをすべて受講していただくと、カメラ転売でかなり重要な仕入れの裏技についてのご紹介をさせていただいております。下記リンクからメルマガのご登録をしていただけますので、ぜひご登録お願いします。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。